アブネットインターニックス株式会社ザイニックス事業部の水木聡です。このビデオではマイクロゼロの開発手順について紹介します。使用するツールはビバド 2013.3。 マイクロゼロに関しては無料版を使用することが可能です。それでは開発ツールの操作方法をご紹介させていただきます。まず、VIVA の 2013.3 を起動します。新しいプロジェクトを作りますので、Create New Project をクリック。確認画面が出てきますので、Next。プロジェクトロケーションは C ドライブの Micro Z でした。プロジェクトネームはプロジェクト1とします。RTL プロジェクトにチェックを入れていただき、こちらのチェックボックスにもチェックを入れていただきます。デバイス選択の画面になりますので、今回はボードを選択していただき、ライブラリーにジンク、ネームもマイクロゼロを選択します。マイクロゼロの設定メニューが出てきますので、選択して Next Finish を実行。こちらでプロジェクトの作成が完了です。続きまして、デザインの作成をいたします。Create Block Design を選択し、デザインネームをシステムという名前にします。OK を選択していただきますと、Create Block Design のダイアグラムが立ち上がります。ここにプロセッシングシステムの IP を追加しますので、Add IP を選択。リストの下の方に Zinc7 プロセッシングシステムがありますので、こちらをダブルクリック。プロセッシングシステムのアイコンが登録されます。こちらのアイコンをダブルクリックしていただきますと、プロセッシングシステムの中の設定ができる画面が立ち上がります。ここで有効にするペリフェラル等を選択しますが、マイクロゼロ用の設定ファイルがあるので、今回はそれを読み込みます。プリセットからマイクロゼロを選択。マイクロゼロの設定ファイルが読み込まれ、マイクロゼロ上で使用できるペリフェラルがすべてオンになります。確認が終わりましたら、OK を選択してください。続いて、外部ピンの設定を行います。Run Block Automation をクリックし、プロセッシングシステムを選択します。フィックス対応と DDR を外部ピンに設定しますので、OK を選択します。DDR とフィックス対応の外部ポートのピンが追加されます。タイマーの機能は除外しようと思いますので、再度プロセッシングシステムをダブルクリック。TTC を選択し、タイマーをオフにします。OK を選択していただきますと、こちらのアイコンの方がシンプルな構成に変わります。以上でデザイン作成は完了になりますので、セーブを行い保存をします。こちらのファイルですけども、ソースタブのところの system.bd というファイルで登録されております。こちらを右クリックしていただき、Generate Output Product を選択し、Generate をしていただきますと、こちらのプロセッシングシステムの設定ファイル等が生成されます。また、System BD を選択し、Create HDL Wrapper を選択しますと、トップの HDL Wrapper を生成してくれます。System Wrapper.v というファイルの下に、System BD が登録されております。
こちらでハードウェアのデザインは完成になります。続いてソフトウェアの作成に入ります。 SDK のためにハードウェアのデザインをスポートしますので、ファイルのエクスポートからエクスポートハードウェア for SDK を選択します。ワークスペースを設定しますので、エクスポート to のところを選択していただき、マイクロ Z の下にワークスペースというフォルダを作ります。こちらが SDK のワークスペースになります。続いてワークスペースのところも同じフォルダーを選択してください。ランチ SDK にチェックを入れ OK、 SDK が起動します。 SDK が起動しますとハードウェアのデザインファイルが登録された状態になっています。続いてボードサポートパッケージを作成します。ファイルの New からボードサポートパッケージを選択。プロジェクトネームやその他の設定はデフォルトで結構ですのでフィニッシュ。オプション画面もそのままで結構ですので OK を選択します。ボードサポートパッケージが作成され、終了するとフィニッシュドビルディングライブラリーというメッセージが確認できます。続いて C のアプリケーションを作成します。ファイルの New からアプリケーションプロジェクトを作成。プロジェクトネームをテストと設定し、ボードサポートパッケージは先ほど作成したものを選択し、Next。テンプレートからペリフェラルテストを選択し、Finish。こちらでペリフェラルのテストをする C のアプリケーションプロジェクトが作成されます。続いて、ブートのためのファーストステージブートローダーのアプリケーションを作成します。ファイルの New からアプリケーションプロジェクトを選択し、名前に Jink_FSBL0 という名前を付けます。ボードサポートパッケージは先ほど作成したものを選択し Next。 テンプレートから Jink_FSBL を選択し、以上でアプリケーションのプロジェクトの結果ファイルが出来上がります。この2つの結果ファイルを1つのブートイメージにまとめる作業をしていきます。Xilinx ツールから Create Jink Boot Image を選択し、ファーストステージブートローダーの ELF ファイルはすでに登録されていますので、Add でペリフェラルテストのファイルを登録します。ブラウザーからワークスペースのテスト、デバッグの下にありますテスト .elf を選択します。この2つのファイルを結合したブートイメージを作成しますので、ワークスペースの下に boot.bin という名前でファイルを作ってください。こちらは SD カードからブートするためのファイルになります。クリエイトイメージを選択。続いて Quad SPI からブートするための MCS ファイルを作成します。 Xilinx ツールからクリエイトジンクブートイメージを選択。設定は先ほどの設定で結構ですので、アウトプットパスのところでワークスペースの下に qspi.mcs というファイルをクリエイトイメージで作成します。これで boot.bin と qspi.mcs がワークスペースの下に出来上がります。まずは qspi.mcs を SDK のプログラムフラッシュ機能で Quad SPI に書き込みたいと思います。ダウンロードケーブルを接続していただいて、 Xilinx ツールからプログラムフラッシュを選択。イメージファイルは先ほど作成したワークスペースの下の qspi.mcs を選択。オフセットは0で構いませんので0を設定していただき、
プログラムを実行します。クワッド SDI の書き込みに2分ほどかかります。続いて SD の設定に入ります。SD カードをパソコンに挿入していただき、boot.bin を SD カードにコピーします。SD カード上に boot.bin が、SD カードをマイクロ Z に挿入していただくと設定が終了です。以上でボードの設定は終了です。Quad SPI か SD カード、どちらからブートするかはボード上のジャンパーの設定で決まります。電源を投入すると設定したブートデバイスからブートがされ、作成したデザインが動作します。ぜひお試しください。